ストーミーカフェは日本の競争場である。場名は嵐のを意味するストーミーと冠名のカフェが由来である。2002年のセレクトセールにおいて3200万円で落札された。現役時は中央競馬で走り逃げの戦法を得意としていた。2004年7月に函館競馬場で行われた二最新馬戦でよぎ、広文騎手が騎乗し、 デビューを果たし2番人気に支持されるも、後にクリスタルカップを制すディープサマーに逃げ切られ大差での2着だった。以後しばらく同機種が主戦機種となる。続く札幌競馬場での2歳未勝利戦で逃げ切って初勝利を挙げる。初の重賞挑戦となった札幌2歳ステークスでは5番人気ながら見事逃げ切り重賞初勝利を挙げる。 その後休養を挟んで出走した朝日杯、フューチュリティステークスでは3番人気に支持され、レースではいつものように逃げるが、最後の直線でマイネルレコルトに交わされ2着となった。2005年、この年初戦となる共同通信杯に出走し、58kg の金量だったが1番人気に支持され、レースで逃げ切り重傷2勝目を挙げた。しかしその後左第3種根骨を、 剥離骨折してしまい療養することとなった。ちなみにこの時点ではディープインパクトの最大のライバルと評価されていた。8月下旬に復帰し、迎えた神戸新聞杯でディープインパクトとの初対戦が実現した。単勝13.2倍の2番人気に支持され、レースに挑み、いつも通りに逃げの走りを見せるが7ヶ月ぶりの実戦とあって3。 コーナー付近で力付きディープインパクトらに交わされ発着という結果に終わった。その後は距離不安もあってキッカショ症に向かわず天皇賞に出走し、レースでは1000メートル通過ラップが62.4秒、上がりサンハロンが33秒6というスローペースをタップダンスシチーと共に演出するも15番人気で急着という結果に終わった。続くジャパンカップでも タップダンスシチーと共に逃げ1000メートル通過ラップが58.3秒というハイペースを作り出し4コーナー付近で脱落して最下位の18着という結果に終わった。2006年休養明けで7ヶ月ぶりに出走したともえ賞では2番人気に支持されるも5着だった。このレース以降いろんな機種が起乗することになる。続く箱館記念京成杯オータムハンデキャップ。 ポートアイランドステークスではいずれもに桁着順という結果に終わった。2007年、休養明けで7ヶ月ぶりに出走した金社地賞では11番人気で12着だった。しかし続く福島テレビオープンは5番人気で5着、七夕賞は7着、関屋記念は5着と副長気配を見せていた。そのため、形成杯オータムハンデキャップでは3番人気になった。 ものの、8着に敗れた。四週間後、毎日王冠とペルセウスステークスに出走登録を行い、毎日王冠に中立英治騎手を迎え出走。しかし、勝った長さんが、レコードタイムで勝利したようなハイペースで、逃げ馬には、厳しい展開となり、十二着に敗れた。自走は2007ファイナルステークスに出走したが、十七着に、敗れた。2008年、 長期休養中に去勢手術をし、8月に n s t オープンで復帰。しかし、8着に敗れる。続く11月1日、ブラジルカップにおいて、初めてダートニー・ドムが最下位の16着に敗れた。そして、11月6日付で JRA 競争馬登録を抹消された。今後は、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで乗馬となる。 ハはハ,ハハキッシングカズンは1994年のコロネーションステークスカチューマである。ありがとうございます。